私の熱狂パワフルプロ野球2015。おーおー亀井、おーおー亀井の末期。このコーナーは九州量販とファミリーマートの提供でお送りします。ここからはユーストリームでもお楽しみいただけます。どうも首位に返り咲きました巨人軍でございます。ただいま連勝中の巨人軍でございます。いやー演説みたい。まあね、はい、ちょっとね本当3月末から始まって強いのか弱いのか分からなかったんですけど、今ねお今コピットコピットコピット強いのをね感じられるよ。コピットが今じゃないですよね。コピットが今じゃない、ええーはい、ゴイス勝ってる勝ってる強いんだなって気がするでごいっすよ、ね、はい、いやーそれもこれもですね亀井さんを4番に据えたそこからですね、まあ、非常に打線が回り始めて、さっきもオープニングでちょっと話しましたけど日曜日の名古屋ドームでの試合で試合前に練習してたらバッティング練習してる亀井のとこにこう巨人ファンが来て何しとった間じゃいつだったら勝つってよみたいなことを言ったうん亀井さんに亀井さんに言ったら、はい、亀井さんがこっちだって一生懸命やってんだってやってるでゴイスよって言ったわけゴイスは言ってないゴイスは言ってないんだけど、はい、でもね、うん、その試合で日本ホームランを打ったわけ、なんかそっから ね巨人がねそのまあ逆に言うとその不安のヤジで奮起したっていう風にも考えられるわけですよね。悔しいでしょうからね一生懸命やってるのに結果が出なかったっていうのはですね、しかもね、はい、さどのチームもそうだと思うんですよね。どこでそのきっかけをつかめるかだと思いますが、ラジオネーム婚活って何の肉と三坂先生に聞いたら怒られますかという方からいただいてます。今週は楽しい1週間でした。日曜日から弊社巨人負けなしの4連勝で貯金もたまり首位奪還、あとは負けなしでオールスターまで突き進んでほしいです。はい、押しボタンさん、巨人が阪神との首位攻防戦を制し4連勝でゲーム差を 1.5 にしましたね。というちょっとですね、うん、先週は5チームがもう 0.5 とか1ゲームの中にいるという状態でしたが、はい、1.5 でもちょっと今でかいんじゃないかなという気がするんですよね。適当将軍凌介さんです。巨人絶好調ですね。今までの失速が嘘みたいです。今日もアオタク公認の巨人ファンに金の雨が降るぞ、はい、いいですいいです。今のところ吹いときましょう吹いときましょう。坂本隼人大好きさんもいただいておりました。今日も買ってくれますようにと。好青年達也くん、タクちゃん我がジャイアンツ昨日まで4連勝そして首位、混戦のリーグ面白いですね。打線も新之助や男村谷あたりが戻ってきたように思われます。今日はマイクラスが先発投手なので美人妻ローレンさんの応援に熱が入ります。うん、事務所に入ったんでしたっけ。おうそうそう、ね、どこ事務所入ったの。結果稲川元子事務所に入ったのかな。あ、じゃなかったですけど、あれわかんない。キュースポではたくさんから聞いたんでしたね。キュースポで稲川元子事務所に入るってことです。でも本当美人ですねあの奥さん。で、あの人さ、あの人だってローレンさんさ、まあ、先週も言いましたけどジャイアンツ T シャツ着てるんだけど、はい、あの方が着るとジャイアンツ T シャツがね、おしゃれに見えます、ね、超おしゃれに見えるんだよ ね綺麗に着こなしてね、うん、あんなジャイアンツ T シャツを多分世界で1位じゃないジャイアンツ T シャツをあんな綺麗に 着れる女性っていう。世界で1位でいいですよ。世界で1位でいい、はい、世界1位。それ金髪の方ですよね。それ交換機たくちゃん、ちなみに私はローレン夫人が着ていた T シャツを購入したんですよといただいてます、ね、高青年達也くんからありがたいことに、なんとおととい、おととい居酒屋ロッキーでタクちゃん合コンしませんかって来たんですけど、実家でできるか、実家で合コンできるか、実家で合コンできるかって、お父さんもお母さんもいる、親父とおふくろがいるのに、ましてやおふくろと嫁 めちゃめちゃ仲いいのに、そんな中でタコがあったら合コンしてたよって言われたらおしまいやって、はい、はい、あ、田舎元子事務所なんだやっぱり。すごいな、さすが田舎元子社長動きましたね。ベンさんです。昨夜のボレタとメッセンジャーの投げ合い、ボレタに軍配が上がって首位奪還でしたね。昨日は良かったです。
村田もホームラン打ったし、息子の前で打てたと涙ぐんでヒーローインタビューで受けてましたし、もらい涙でした。まあなんせみんな打てなかったからね、うん、よしこれから独走体制に持っていくぞ気晴れ。昨日の村田選手が、はい、久しぶり二十何日ぶりにホームラン打ったんじゃないですかね。おそんなぶりに、はい、で昨日は息子さんが見に来てて、あらでヒーローインタビューでパパとしては、うん、息子さんがいつもねパパのホームランが見たいって言ってるんだ、そのね息子との思い出を嘘泣きだこれはさっきのホームランだったけど100万からその涙がこれは嘘泣きだ、なんで嘘泣きするんですかここで涙出てないよ、ブラタさっき出てたのに涙、ブラタブラタブラタ何その感動話にしたいんですか感動したっていうことや、感動秘話にしたいはい、ヘンゼルとグレイテルさんです、はい、福岡はテレビもラジオもホークス戦ばかりですが、昨夜は久しぶりにテレビで巨人戦が放送されていました。とても嬉しかったです。うん、大爆笑って大爆笑することはないと思いますがはい、その他自撮り先輩さん、それとリエちゃんと一緒にパンツ専門店を、樽水で経営したいですという方がもいただいてました。ありがとうございました。誰か両親は来ると思いますけどただどう思われるかですね、過激なものはちょっとですね、パンツ専門店リエはアナウンサーをしたのにやめて地元に帰ってきたはいいけどパンツ専門店は知らないししかもよくわからん男としてパンツ専門店をどこの馬の骨かわからん男とってまあ思うでしょうね。いや僕はこのパンツ専門店で樽水でね、ないでしょ、うん、ないないないですよね。樽水に今パンツ専門店はないですよ。パンツだけですもんね、パンツオンリーもう逆に他かんなものもなじゃあパンツ開発していいんですか。いいよいいよ、リエパンレビバンみたいな感じでリエバン、リエバン、はい、これは樽水市の迫田さんにもちょっと話をそうですね迫田市の樽水さんにもねすいませんちょっとパンツで興奮してしまってすいません咳込んでしまいました。なんでそんなおじいちゃんみたいな咳をするんですか。まあ47も近いしね私はね私は、はい、いきますよ、いきましょう。続きまして阪神ファンの小敷島自慢さんです。昨日の首位攻防戦はやっぱり阪神もうやっぱりただじゃ負けんですね。もう何度もですねひっくり返されるんじゃないかというところをね演じられましたけれどもね、昨夜ラジオで阪神巨人戦を最後までじっくり聞きました。久しぶりのセリーグ2大巨頭による頂上決戦首位決戦でした。残念ながら阪神は初戦を落としてしまいましたが、今日明日の巨人戦デーゲーム2連戦を連勝で飾り再度首位に立ってもらいたいと思っています。そうですね、連勝すれば阪神が首位ですもんね。今季初先発の山本がプロ初勝利を挙げ、その翌日藤浪が投げて打っての活躍で自身6連勝、甲子園の中日3連戦では連敗の後ノーヒットでサヨナラ勝ち、今日は6連勝中の藤浪が先発、巨人に勝って1日で勝率5割復帰になりますように。ラジオネームタイガース野郎さんからいただいてますね。なんだかんだ言っても阪神は藤浪くんのチームになりつつあるんじゃないかなと。我が巨人が安倍さんのチームって言われるぐらいになってるんですけど、まあ安倍さんは30いくつでその言いますけど、藤浪くんはなんか若くてありながらですね投手の柱でありつつ、うん、あかんがな、かっこいいしね藤浪くんやないとあかんでこれな、はい、左足の小指の爪だけ佐藤健二さんからいただいております。カープファンでございます。昔ながらのカープファンにはちょっぴり気になることがあるんです。赤ヘル黄金期のレジェンド高橋義彦さんが1979年に樹立した連続試合安打が33試合ヒットを打ち続けたということですね。ちょっぴり危ういんです。西武ライオンズの秋山選手が10日現在で29まで追い上げてきました。あらタクちゃんやっぱパリーグ怖えですね。パリーグ怖え、秋山選手の話また後で出るんですけど、すごいバッターなんですよ。でこの高橋芳子さんっていうのも当時のカープファンが高橋芳子いいよねいいよねっていいよねいいよねってね、芳彦いいよね、あれ入ってないのこれ、ちょっと前でしたね。もう時代はどれだけ流れてるわけどれだけ流れてるの、久しぶりましていいよねってそれ本人もやらないの違う言うよねはやらないのやらないじゃないですか。はい、アバちゃんの話してもあんまりみんな乗ってこない、見てないですかねアバちゃんは。もうジェジェ誠一郎さんです。カープが地味に連勝して3位浮上してたのですが、振り向けば横浜さんに連敗で4位転落、本当に混戦というか気が抜けないシーズンですね。しかしカープも序盤戦のような打てない勝てない試合が減り、ここに来て勝利数も増えてきましたといただいてますね。来月3日に鹿児島で HKT 桜田の写真集イベントがあると聞いた丹波哲坊さんからもいただいております。そうなんですね、はい、カープです。黒田がいない中
水曜まで4連勝、木曜は負けましたが、昨日は前剣大瀬良中崎が抑えてくれて勝ちましたといただいてますね。広島はもうここに来てピッチャーもなんですけど、守備がいいですよね。あ、素晴らしい。セカンドを守ってる菊池選手っているんですけど、はい、もう守備範囲が広くてもくるくる前向いてたかと思ったら後ろ向いて後ろ向いてたかと思うまいと思う。武蔵くん並みですね。武蔵くん、武蔵くんってあの温泉ソムリエの温泉ソムリエの武蔵さっき出てもらったじゃないですか。こちらの中継、ああなるほど、もう忘れたんですか。ああ、ごめんごめん、武蔵くんごめんね、ごめんね、温泉ソムリエの武蔵さんの方ちょっと考えてて、武蔵くんのじゃあ一発ギャグをどうぞ、ウィーゴーだったよね。ウィーゴーってどんな、あのウィーゴーウィーゴーどんな、あの時なんだろうあれ、なんだったっけ、あんま、あ、まあ、定的であるって俺言った言った言った言いました。よっしゃ、さあなかったことにして次に行きます。ヤクルトファンのアーノルド・スワローズネッガーさんからいただいております。ヤクルトはただいまセリーグ DeNA と並んで4位でございます。鹿児島スワローズファンのアイドル西江原愛ちゃんのサイン入りのタクちゃんの本が届きました。もう最高です、私の宝物です。読まずにラップで積んで汚さないようにして直します。先週首位だった我が西江原スワローズ、稲葉の白うさぎ軍団に気を取られ、あ、巨人ね、あっという間に5位に転落。この分でいくと来週は10位ですかね、いや、あの6位までしかないですから。でも首位に返り咲けるように西浦さんの本を振って応援します。あのごめん、それ俺の本ですから。西浦さんはサインしただけですから。はい、西喜んでるよ、この間滑ったけれどもこうやって応援してくれる方がいいから言わないであげてください、ね、はい。その会場だけのこう話なのにこうオンエアに載せたらみんな知っちゃうじゃないですか。いや、ちゃんとしたのを伝えるのがジャーナリズムかなと思って。ジャーナリズムかなと思って。ジャーナリズムっていうものをお持ちだったんですね。そうそうそう、固まりよ、固まりよな。まあ言うならな、言うならな。何が言うならなかわからないですけど、はい、はい、レミオロメン電車さんです。先週やっと首位になったのに4連敗しちゃったヤクルトです。畠山選手が故障で離脱、そしてプロ5年目の山田選手が初の4番となりました。昨夜はリーグトップタイとなる19号ホームランを打ちました、うん、山田選手はいいですね。これ将来の日本チームを率いてくれる強打者になるんじゃないかと、もうこれすごいですよ山田さん、はい、覚えておきます、はい、タッパンツマメさんです、はい、先週は首位だったのに今週はもう B クラス、怖いですね。しかもスワローズは怪我人だらけ、2軍は試合もできないぐらい野手が足りず、打撃投手兼スコアラーの阿部が野手として育成契約になりました。しかも絶好調だった畠山までこそ、全く同じことをお昼を食べてる時に西浦さんが言ってました。言ってましたね。タッパンスマイムさん、あなたの西浦さんと一緒ですよねえ。一緒ですよね、まあ、ね、スワローズファンですからね、一緒でしょうね、でへへのへ、リンリン、自分のことが好きでしょう、ミュン、サイン欲しいっていただいてます。自分のことを好きですか。なんでそんなものを放り込む割にサイン欲しいですみたいな。いやいやいや、よくないですけど。はいはいはい、はい、目を閉じて耳たぶさん、横浜ファンでございます。育成上がりの砂田君19歳が水曜日にプロ初勝利を挙げました。何でも育成出身で、育成ということはドラフトではなく、うん、その育成枠という、まあ、こういったのなんですけど、まあ、2軍より若干、まあ、もうちょっと、うん、ステージとしては下ということなんですけれども、育成出身で10代での勝利は史上初、このまま順調に育って左のエースを目指してほしいです。あと昨日右のエース格の伊能投手は自分自身の情けないピッチングで負けて試合後号泣したとか。あら、確かにここのところ相手投手もエース級の投手だけに1ヶ月ぐらい勝てないのは辛いと思いますが、伊能投手が真のエースになる壁だと思って決まってほしいですといただいておりますね。佐藤ちゃんさんです。中日広島2対3で競り負けて2連敗悔しいです。さて、あ、京本亮さんですね。昨日はテレビで巨人阪神戦を見ていましたが、6回裏うさぎさんチームの猛攻の時に我がドラゴンズから戦力外になり巨人に行った堂上選手の代打タイムリーヒットもありました。あ、中日ファンとして活躍が嬉しいような悔しいような。ドアラー先生からも、あ、違う、葉っぱ文さんからもいただいておりますね。阪神に連勝したかと思ったらすぐ連敗、昨夜も絶望的に点が取れないというより何も起こらずに試合が終わったという感じでした。豪快な野球なんてできないのにエラーばっかりでした、うん、つまり言いたいことはただ一つ、ドアラ先生。じゃあパリーグを3つご紹介させてください。ホークス大好きさんです。今週のホークス、9日の木曜日は大阪ドームでホークス主催のゲームで鷹の祭典でしたよ。私も25日のヤフオクドームに行ってきますといただいてます。高かてさん、そして高根の高子さんもありがとうございます。高根の高子さんはですね、さっきの秋山選手です。5月6月と2ヶ月連続で40安打を打ったのは、
イチロー以来なんです。西武の秋山選手打率も驚異の3割7分台。そして私は秋山選手がルーキーの時に南郷キャンプでサインをもらってるんです。まさか日本を代表する選手になるとはなと。島中さんは楽天ファン、先週連敗を8で止めた我が楽天、連敗が止まっても1勝1敗1分けとなんと言っていいやらといただいてますね。でもこの間則本投手のピッチングを見てたらめちゃめちゃ良かったんですけどもね。あともう一つ、大谷投手がですね、はい、大谷投手が10勝しました、うん、リーグ一番乗りで、早い高卒3年目ですごいことだと思います。以上パワプロでした。このコーナーは九州量販とファミリーマートの提供でお送りしました。